イオントップバリューでダイエットフード選んできました。今回はさつまいも特集なんです。もう私テンション上がっております。なぜかと言いますと、さつまいもが大好きなんです。あなたはいかがですか？もう本当にさつまいもって美味しいですよね。ホクホクしたのも美味しいですし、こうしっとりねっとりしたタイプもどちらも私大好きなんですね。で、今回この動画ではそのさつまいもを美味しく食べながら、こういかに痩せれるかっていうそのポイントをお伝えしていくということと、あとさつまいもの種類によってカロリーが全然違います、食感も違いますから、その詳しいさつまいもの種類お伝えしていきます。そして私が今回イオントップバリューさんで選んださつまいものおやつは3つありますので、一つ一つ実演交えながらお伝えしていきたいと思います。ぜひあなたの健康的で綺麗に痩せるのダイエットにお役立てくださいね。では早速一つ目ご紹介してまいりましょう。こちらです。イオントップバリューさんで見つけた熊本県産の焼き芋です。で、使っている品種はシルクスイートです。で、こちらですね、もう先ほどからいい香りしてるんですけれども、ちょっと出してみましょう。この大きさです。こちらの大きさでお値段が税別で198円、そうですね、本体価格198円で買っております。で、こちらちょっとカットしていきましょう。あのさつまいもってほんといろんな種類があって、全然その味や食感って違いますよね。では早速私今からこの焼き芋を切っていきたいと思います。シルクスイートさん、この品種はですね、ちょっとザクッと2つ、綺麗です。見えますか？こんなに綺麗な黄色の色をしています。もう香りもめちゃくちゃいい。もう今すぐ食べたいですよね。ちょっと我慢しますけれど、あのこちらシルクスイートは後からまとめてご紹介しますが、さつまいもの、まあ、焼き芋にしたあと 100g のうちのカロリーを1位から、まあ、4位まで私作ってます。で、一番カロリーが高い芋の種類は紅はるかを使った焼き芋です。 100g あたり 179kcal あります。で、今ご紹介したこのシルクスイートは2位です。 163kcal 100g あたりあるんですよね。で、こちら内容量がちょっとグラムが載ってないんですけれども、あの 100g でかなり結構食べ応えありますよね。だいたい普通のこのお芋の3分の1本ぐらいが 100g として目安として覚えておいてくださいね。まあ、だいたいの中サイズのさつまいもの3分の1が 100g です。なので、今ご紹介したシルクスイートはもう 163kcal あるので結構高めなんです。では続いて2つ目です。イオントップバリューさんで選んだ、今度は鹿児島県産の焼き芋で、安納芋です。ここ書いてある安納芋は3位です。焼き芋にした 100g あたりのカロリーは、安納芋は 140kcal あるので、まあ、シルクスイートよりもややカロリーは低めなんですよね。ではこちらも早速出してみましょう。こちらもお値段同じです。198円でした。これぐらいの可愛いお芋さんです。ちょっと切ってみますよ。これまたね、あの色が全然違うんです。わかりますか？こちらがシルクスイートで、こちらがあの芋、もう色が全然違いますよね。こちらが紫色で、こちらがもうあの本当に黄色の色をしてます。では切っていきます。はあ、もう今すぐね食べたいんですけども、うわー、もう真っ黄色ですね。ちょっと比べてみましょうか。こちらがシルクスイートで、こちらが安納芋です。見えますか？全然違う。こちらがまあもっとホクホクした黄色色してます。美味しいですよね。そして今トップバリューさんでは見つけることができなかったんですけれども、4位に書いた紅あずまとか鳴門金時という種類のさつまいもは一番カロリーが低くて、焼き芋にした場合の 100g あたり 132kcal です。で、この見分け方なんですけれども、ちょっとまあ品種を覚えるのが一番いいんですが、ポイントはやっぱり
このご紹介した紅はるかとかシルクスイート、こういったこうカロリーが高いお芋というのは焼き芋にするとあのねっとりした食感のこう甘いもう糖度が高いさつまいもの種類になるんですよね。まあ、あんの芋まではそうです。でこの紅あずまとかなると金時になりますとあのホクホクタイプ、あのねっとりこう練りあんみたいなお芋のさつまいもではなくってもうほんとこうホクホク、まあ、じゃがいも系といいますかね、こうホクホクした感じの焼き芋だと種類は紅あずまだったりナルト金時になります。でこちらはやっぱり糖度もね低いんですよ。全然、まあ、違うんですね。なので、まあ、甘くてねっとりしてもうそのこう練りあんみたいなねあのお芋が好きっていう方は1、2、3位までのこの上のお芋を選んでください。でホクホクした方が好き、そんなに甘みいらないけどあのホクホク感が好きっていう方は紅あずまやナルト金時というさつまいもの種類を選んでくださいね。ただ私あの別の動画でお伝えしているんですけども、焼き芋ってですねそのままこう買ってきた熱々をすぐ食べたら太るんです。痩せる食べ方があるんですね。でこれについては別動画でさつまいもダイエットという動画でお伝えしておりますのでご参考にされてみてください。で簡単に結論から申し上げますと、買ってきた熱々のさつまいも焼き芋をねすぐ食べるのではなくって一旦冷蔵庫で冷やすんです。で冷やした後に短時間で電子レンジでチンをすれば太りにくい焼き芋に早変わりします。このポイントはいかにその加熱した時のですね時間をかけたかでさつまいもが持っているその糖質の種類がねあの変異してしまうんですね。なので焼き芋を作る時みたいにもう1時間も2時間もこうじっくり加熱したお芋というのは太ります。糖質が変質してしまってその脂肪を溜め込みやすくする糖に変わってしまうんですね。ただ短時間で加熱したさつまいもの糖分っていうのはまたその太りにくい、要はこう血糖値をですね緩やかに上昇してくれる低 GI 値食品にまたちゃんと変わることができるので、ポイントは一旦冷ました焼き芋を電子レンジで短時間で加熱して食べるです。そうすればあなたの血糖値が急上昇せずに脂肪をため込みにくくすることができて、しかもこの美味しい美味しいですね焼き芋を食べられるんですよ。だから私もあのすぐ食べたいところなんですけれども、必ず一旦冷やして、これも今冷えてるんですけどね、冷やしてから電子レンジでチンして食べています。そこが痩せるポイントです。そうすれば大丈夫、脂肪をため込みにくくしながら食べれる。逆に言うと熱々のまますぐ食べてしまうともう白米同様それ以上のあの高 GI 食品は血糖値をガバッと急上昇してしまうお芋になっているわけですから、そこは食べ方には注意してくださいねということです。では最後3つ目ご紹介していきたいと思います。こちらイオントップバリューブランドのグリーンアイ、オーガニック干し芋です。でこちらは有機ジャスマークがついております。有機栽培なんですね。きちんとあの指定の農園で有機栽培された安心のさつまいもを使用して作ってくださってるんです。でこちらはですねあの実はね今までお伝えしたこのさつまいも198円とね同じお値段だったんですよ。から全部今ご紹介した3つは198円でした。でこちらはあの干し芋になっている、まあそのまあ、メリットなんですけれども、やはり干してるもの、まあ、干し野菜とかね干し椎茸とかもこう全部そうなんですが、こう天日干しされたお野菜とかフルーツとかあのこういったお芋っていうのはこうギュッと栄養がねものすごくこう凝縮されていて、生で食べるよりもやっぱ栄養価は高いんですね。その代わりこう糖度が上がったりしますから、やっぱ食べ過ぎには注意なんです。糖度が上がってしまうとやっぱりその糖質を多く取りすぎてしまう、結果脂肪を溜め込んでしまって太ってしまうわけですから食べ過ぎには注意。ただしあのこちらの食べ方なんですけれども、こちら欲しいものね、例えば白米の代わりにすることができるんですね。白米よりも低 GI 食品ですから血糖値をこう緩やかに上げてくれる、まあ、さつまいもなんですよ。ただしあのお米、お茶碗白米、白米の、まあ、お茶碗1杯分のカロリーよりもこの干し芋を大体2枚食べると
糖質を取りすぎずにあなたは痩せることができます。でまたものすごくあの食物繊維も豊富ですし、やっぱ栄養価がすごく高いので、まあ、ダイエット向けの食品なんですよね。なのでぜひ白米の代わりにこの干し芋を主食にされてもいいんですね。ただし、まあ、食べ過ぎには注意ですから、だいたいお茶碗1杯分よりもカロリーを低くするためにはだいたいこれ2枚分ぐらいです。で1枚あたりが 25g なので、まあ、2枚食べたらまあだいたい 150kcal になりますが、目安としてはそれぐらいの炭水化物、まあ、糖質ですねを取っていただくといいと思うんですね。もしくは、さらに痩せるためには食前の20分から30分前にこの干し芋を食べてみる。でこの時はあの目的はですね、あなたの満腹中枢を刺激してご飯をこう食べ過ぎないようにするのが目的なんですね。しかも美味しく食べながら満足感を得ることができる。そのためにあの食前に食べる場合はこう2枚も食べずに、まあ、1枚ぐらいでよくよく噛んで、しっかり噛んで 2,30 分経てばもう満腹中枢が刺激されてお腹が結構いっぱいになってますから、食べ過ぎにもあの歯止めがかかるという食べ方になります。まあ、さつまいもダイエットの方法ですよね。なので干し芋の時は以上の食べ方を取り組んでみてください。あのさつまいもの食べ方、ダイエットの食べ方のまとめですけれども、2つありましたね。1つは焼き芋、2つ目は干し芋で、1つ目の焼き芋を食べる時はすぐに熱々を食べないこと、一旦冷蔵庫で冷やして短時間の加熱で電子レンジでチンすれば、その太りにくい糖質にまたほぼ変わることができますから、あなたはその血糖値の急上昇を避けることができて、結果脂肪をため込まずに済んで美味しく焼き芋を食べながら痩せることができるんですよね。私もそうしてます。もう食べ方一つでこんなに違うんですが、絶対した方がいいですよね。でまた干し芋に関しては、あの干した関係ですっごく栄養価が高くておすすめなんですが、その分糖度が上がってますから食べ過ぎには注意で、白米の代わりに主食として召し上がる場合は2枚まで、そして満腹中枢を刺激して食べ過ぎ防止にするためには食前の 2,30 分前に1枚食べておしまいにする。で普通にまたご飯を食べるということですね。あの白米抜きですよ。さあいかがだったでしょうか。もう私のこのさつまいも愛が伝わっておりますでしょうか。もう大好きです。本当にやはりあの美味しくいただくって幸せですよね。ダイエット中でもしっかり美味しく食べながらでもあなたの腸内環境を整えてくれるこういったさつまいもを使うことで、あなたはダイエットに成功することができるんですね。ポイントはあなたの腸内環境はいかに整っているかどうかですよ。そこにかかっています。そうではないと、そのいくらあなたが食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても絶対に長期的に痩せることなんかできないですよ。なぜかというと、そもそもあなたが痩せ体質になっていないからなんです。逆に言えば腸内環境が整って痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がちゃんと増えてずっと居続けてくれさえすれば、あなたは健康的で綺麗に長期的に痩せることができるんです。絶対に成功します。でまたこのダイエット法についてご質問がある方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますから、直接私にご相談くださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々なダイエット法、健康法、腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録いただきますとすごく励みになりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。